前回のあらすじ。一人ぼっちだと思っていた俺、しかしキスケが駆けつけてくれた。キスケキスケどうしてここに。どうしてって、俺も事件の調査に来たんだよ。事件の調査って？あの手紙に書かれていたことを忘れたの？これ以上ドッペルゲンガー退治を続けたらキスケの命も危ないんだよ。シロのように襲えるかもしれない。そんなのもうどうだっていいんだ。え？どういうこと？だってやられっぱなしでこのままじゃ引き下がれねえだろ。だから俺も調査をやるよ。そんなこと言ってもいいんだよ信行。俺あれからよく考えたんだ。犯人は何かの理由でドッペルゲンガー退治を阻止したいんだよな。うんけど阻止したからって何があるんだろうなって思うんやけどな。なんかあるんだろうな。やっぱそこで思ったんだけどよ、犯人がオカルト部のバッジをつけてたのはきっと俺らを仲間割れさせるための罠だったんだと思う。罠？ああ、犯人は俺たちが仲間割れするように仕向けて、これ以上ドッペルゲンガーを退治させないようにしたかったんじゃないか。そう言われるとそんな気もするかも。何より俺はオカルト部に犯人がいるなんて思えない。みんないいやつだし嘘をつける連中じゃない。そうだよな、みんな悪いやつじゃないんよ。ドッペルゲンガーとしてさ、なんかやらかしたやつもおるし、不良的な見た目なヤンキーもおるけどさ、みんな悪いやつじゃないんよ。ほんま悪いことするようなやつじゃないんよな。信行だってそう思うだろ。キスケ、ごめん、俺みんなを疑ってたけど、キスケの言う通りオカルト部のみんなを信じるよ。ああ、きっと犯人はオカルト部とは別にいるはずだ。うん、さっきとさっさと事件を解決してその犯人も とっ捕まえてやろうぜ。そうだね、プロテインだね。よし、そうと決まりはまずは事件の整理からだらな。うんうん、まず今回の被害者は理事長で理事長めっちゃ血ついてるもんな。事件が起きたのは全校集会の時だったよね。ああ、理事長がステージで話している時、突然血の雨が降っておまけにナイフまで落ちてきて、かなりやばかったよな。うんうん、そしてその後突然電気が消えて音楽が流れ始め、しばらくして電気がつくと壁に黒文字が現れた。そうだったな。一体犯人はどうやってあの短時間でこれを書いたんだろうな。この状況からしてさ、ここもなんかビニールかなんかでさ覆っとって見えんようにしておいただけで、実は前々からここに字は書かれとったっていうが考え方が不自然やな。それもなんか同じく熱で燃やしてみたいな、もしかしたら破いたって可能性もあるけど、まあ何にせよ最初から書いておいた状態から上からなんかかぶせて隠しとった感じなんだろうな、これ。それについてなんだけど、少し気になるものを見つけたんだ。うん、それこれよ、これよ。なんだ、何かの剥がし残し。触った感じ紙っぽいな。あ、紙だったんじゃな。しかも体育館の壁と同じ色の紙だ。確かに。一体どうして。ん、信行、ここを触ってみろよ。接着剤か何かでベタベタしてないか。本当だ、なんだろう、接着剤で貼り付けとったんか。壁に付着した接着剤、それに体育館の壁と同じ色の紙。そうか、何か分かったのか。うん、きっと黒文字はあらかじめ壁に書かれていて、壁と同じ色の紙で隠されていたんだよ。え、
どういうことだ？どういうことも何もそのままだよ、お前。おそらく犯人は、電気が消えている間に壁を覆っていた紙を剥がして、いきなり文字が現れたように見せかけたんだ。壁を覆うってことは、かなり大きな紙だよな。きっと大きな模造紙をつなぎ合わせて作ったんじゃないかな。校体育館には薄暗いし、全校集会中はみんな壁になんて注目しなかったから、紙が貼られていることに気づかなかったんだよ。そうやな。理事長のことですごいインパクトがあったけ、みんなそっちに目線が集まっとったかもしれない。だから、列から抜けても意外と見つからないかもし、見つかるわ。いや、さすがにちょっと不審に思う人一人二人おるわ、それ。なるほど。かなり大胆なトリックだけど、不可能じゃないかもしれないな。じゃあ、これで文字が一瞬で現れたトリックは解けたとして、問題はこれを誰がやったかだな。この文字から察するに、犯人はよっぽど理事長に恨みを持っているみたい。ああ、一体誰なんだろう。理事長か。こんな感じのさ、やべえさ、やばそうな感じの理事長やけんさ、恨みもたれとっても何ら不思議に思えてこないんだよな。あの場にさ、隊列に並んどる生徒が今回の剥がす行為をできるかって言ったら分からんけんさ、その隊列の並び分かっとる先生だったらなんか分からんかな。おいお前、さっきはゼリーありがとうな。いえ、5000円になります。あれのおかげで少しは元気出たわ。そういや、俺がいない間何も問題なかったか？誰も体育館に入れたりしてないよな。誰も入れてないっすよ。はい、そうか、ならいい。ほら、さっさとどっか行け。はい。危なかったぜ。ちょうど見張りの先生が戻ってきて危なかったな。早く事件の調査を進めようぜ。犯人と理事長との関係か。どう調べていこう。そうやな。理事長先生に本人に聞くか。ここは理事長室だ。中で話し声が聞こえるぞ。今回の件については絶対に情報を漏らすな。もちろん警察にもだぞ。警察にもだぞ。いいな。いや、そうは言われましても。私の言うことが聞けないのか。これ以上黒学校の品位を落とすことはできない。我々だけで解決するんだ。はい、わかりました。ドッペルゲンガーのことで学校に悪い評判を使いようにしようやな。ふむふむ、どうやら理事長はこの事件について公表したくないみたいだな。理事長に直接話を聞こうとしても無駄かもしれない。じゃあ一体どうすれば。ああ、そうだ、バーに行っていたことをみんなに言いふらしちゃおうかな。それを弱みにつき込んで今回の情報を引き出すってのはどうかな。その時だった。どうした。この学園の理事長は学園のトップにふさわしくない。どっからか声が聞こえてくる。理事長は学園のトップにふさわしくない。なんか気になるな。一体どこから聞こえてくるんだ。なんだ、犯人か。外から聞こえてきたか。どこどこ。それを言いそうなのは君だけど。あみなさん聞いてくださいですわ。あれは京子さんじゃないか。何かの演説をしているみたいだ。最近学園では奇妙な事件が多発していますわ。
もう正直、この事態を放ってはおけません。そして、原因を作っているのは、学園を管理できない理事長と、生徒会長の黒木文に他ならない。わ、清子さん、生徒会長だけじゃなくて理事長までも批判してるのか。つまり、今こそ改革の時です。そのためなら、私はどんなことだってやってみせますわ。いや、ここまでして生徒会長に目指すって、清子さん何があった、あんたに。叫んでいたのは清子ちゃんだったのか。確か彼女は、生徒会の選挙に負けてから、ずっと学園に不満を持っているらしいね。ああ。まあ、生徒会長になれなかったやつあたりだと思うけどな。そうだろうな。そこまでして生徒会長になりたかったんじゃ。何をしようとしてたんだろう、生徒会長になって。ほら、噂をすれば、生徒会のお出ましだぜ。清子さん、学園内での演説は禁止と言いましたよね。今すぐやめなさい。たく、お前は何度同じことを言わせるんだ。あら、これは生徒会長と、その犬の副会長じゃありませんか。なに？犬だと？それにしても、全校集会の事件はひどいものでしたね。こんなの普通の学園じゃありませんわ。わ、なんか、清子さんがなんか手下にやらせて、こういう自作自演的なことをやってるんじゃないかって思い始めてくるな、これなんか。あらあら、何も言い返せないのかしら。はぁ、学園のトップがこの調子だと先が思いやられますわね。ここまで言われて何も言い返さないなんて、自分の意思では何も言えないということかしら。やっぱりあなたは理事長の言いないロボットなのね。げっ、おいお前、それ以上会長を侮辱するとは。やめなさい、副会長。ここで言い争っても無駄です。わかりました。すいません。ふふふ、飼い犬のしつけがなっていないわよ。副会長は犬なんかではありません。あなたこそ学園の生徒であるならば、言葉には気をつけなさい。それと、これ以上演説を続ける気なら、覚悟をしておいてくださいね。ぐっ、何よ、どうせ生徒会長に泣いたのも、理事長があなたのお父様だからでしょ。親子だったんじゃ。え？理事長が生徒会長のお父さん？あれ？よくよく考えてみたら、名字一緒か？あれ？理事長の名字も黒木じゃなかったっけ？あれ、そうじゃなかったっけ？あれ？行きましょう、副会長。はい。そうなんじゃ。ロボットオーナーのくせに。言っちまったな。なんか、すごかったね。っていうか、生徒会長のふみさんって、理事長の娘なの？ああ、そうだぞ。そうか、信行は転校してきたばかりだから知らなかったのか。ああ、みんなは知ったんだよな。初めて知ったよ。それにしても、清子ちゃんは本当に理事長と生徒会長を目の敵にしてるよな。なんかあったん？親ぐるみでなんかあったん？もしかして。絶対に過去に何かなかったら、ここまでは目の敵にせんと思うんやけどな。どうしたの？そうだね。そう考えると、清子ちゃんは理事長を恨んでいる可能性はありそうだ。学園への不満もかなり溜まってた様子だったし。ああ。じゃあ、とりあえず犯人候補一人目は清子ちゃんだな。そうだね。彼女は要注意でいいと思う。でもここまで要注意な感じ振る舞われたらさ、逆に犯人じゃないかもしれんな。このゲーム的には。ゲーム的には犯人じゃないかもしれんな。もろ犯人っていう感じ出してきとるもんな。だから逆に犯人じゃなさそう。他には怪しい奴はいないだろうか。ここまで怪しかったらさ、逆におらんかもしれないっていう感じでもなくるけど、ゲーム的に考えたらさ、
だったら逆に犯人にしないよなって感じやけどな。京子ちゃんとふみちゃんはずっと仲が悪いんだよな。京子ちゃんが一方的にライバル心を燃やしているだけっぽいけど、やっぱ生徒会長になれなかったことが悔しかったのかもな。そこまで情熱抱いてたんが。そうなんだ。だから京子さんはふみさんにあんな態度を。それにふみさんのお父さんは理事長だし、ということは理事長に不満を持っていたのももしかして生徒会長になれなかった悔しさから。まだそうとは言い切れないけど、京子さんがドッペルゲンガーの可能性もあるよな。なくはない。あ、やっぱ名字一緒で、あ、名字一緒か。こっからちょっと親子だったっていう伏線はあったんやな、最初から。そうなんじゃ。まあいいや。まだた誰か怪しいやつおるんじゃない？こうなって聞いたら、あ、副会長一人でおる。教室におるな、なんか知らんけど。ひよこのやつ、マジでムカつくな。さとみくん、大丈夫か？別に俺のことはどう言われてもいいねが。会長のことをバカにするときは許せねえ。会長がどれだけ頑張っているか。あいつは何も知らねえくせに。え？何を頑張ってるんですか？さっき見たところじゃ廊下でただ佇んでただけですけど。何やってたんですか？さとみくん？悪い。ちょっと取り乱しちまった。気にしないでくれ。さとみくんはふみさんのことをかなり慕っているんだな。それ言うたら、全生徒から見て、さとみくんの見た目もさ、あんまりから良さそうには見えんのよな。そう考えたら、よく副生徒会長になれたんだよなって思う。あれか、生徒会長が任命するんかな、副生徒会長は。人望っていうか、人望はあるんやな。生徒会長からの信頼があるんやな。あ！前のショーで大乱闘スマッシュブラザーズやってた二人。何やってんだろう、これ、二人重なって。なんでお前らこんな仲良さそうに並んどるお前ら。あれは静香さんと早苗さんだ。何を話しているんだろう。ねえ早苗さん。やめろ、ダークモード入ってる。コロメダークモード入ってるわ。何？あなたいつまで翼のことを追いかけるつもり？翼は私の彼氏なの。もう翼って呼び捨てしてるからね。あれ本人に対しては翼くんみたいなことを言ったのに翼って言ってるからね、ここでは。これ以上邪魔するなら分かってるよね。あなたが彼女とかそんなの関係ない。人を好きになるのに大事なものとか関係ないし。ふーん、覚悟はできてるみたいね。え、何やるん静香ちゃん、何やるん静香ちゃんもう仁義なき戦いみたいなのが始まりそうな感じなんやけど、ちょっと全員悪役みたいな感じになるんじゃないのお前なんか契約のムードが流れている。やばいよって出川哲朗出てくるよお前話しかけるのはやめておこう。そうだな、巻き込まれたらあかんわお前。こっちじゃなさそうやし、こっちの方やな。何かイベントがあるとしたら。一緒な話したな、さっき。こっちに戻ってきてももう多分何もないと思うんやけどな。うん、ないな。誰もおらんところに何かあると見たな。ここではないと思うけど。それとももう一回理事長室。あれ？でもおらんのか。ないんか、調べる必要。あかんかなこれ。どうにかしてあかんかなこれ。どっかに鍵隠しとったりせんかな。ないわ。なかったけどさ。絶対ここ関係ないわ。あ、生徒会室か。そうだ、ふみさんに話を聞けば
理事長について何か教えてもらえるんじゃないかな。後にしてくださいって言われたけどさっき。なるほどな。それは確かに。よし。じゃあ早速聞いてみようぜ。え、教えてくれるか。キーだからって教えてくれるもんかこれ。ガチャ。失礼しまーす。で、あれ誰もいねえ。ふみちゃん、戻ってきてないみたいだな。どうする？また後で出直す？いや、ここで待ってれば、ふみちゃんも戻ってくるだろう。それに、誰もいない今がチャンスだ。先に生徒会室を調べてしまおうぜ。何か手がかりがあるかもだしさ。え？でも、大丈夫かな？大丈夫大丈夫。バレなきゃ平気だって。いや、そもそもさ、ここで待っとる時点でおかしいだろ。何か物がなくなっとったら俺らのせいになるぞ、お前。わかったよ。じゃあ、そうしよう。探しとったらもしかしたらやばいもんが見てたかもしれない。部費のさ、来年の部費の予算額とか見つかるかもしれんな。オカルト部、100円。なんかあるんだろうな。だとしたら100円の資料をプリント、事務的なプリントか。このマークか。学園のマークがあって、メモ。空を飛べる鳥のように、海を泳げる魚のように、私は自由に生きたい。ポエムや。もしかしたらほんまになんかそういう創作系の活動してるのかもしれないな、裏では。同人誌。生徒会の誰かが書いたのかな。は、生徒会長かな。実は生徒会の仕事で忙しいけど、実はもっと自由にやりたいのみたいな。そうか、もしかしたら理事長の娘ってだけで生徒会長をやらされてるだけで、本当は生徒会の仕事なんかせずに遊んでいたいっていう、そういう感じかもしれんな。そんな気がしてきたわ、今のメッセージ。掃除道具。洗剤は絶対副会長の趣味だな。副会長だろ、お前。いつも洗剤手に持ってるやん。綺麗好きの生徒会長。トラドラの主人公か。え？それぐらいしかないような気がするけど、どっかこういう連打しまくよって綺麗に当たってないところあるんかな。これは見たわ。引き出し。おお、なんかありそうな感じ。ん？これは在校生の資料か。おお、顔写真付きで全校生徒の名前が載ってるみたいだ。こんなのがあるんだね。まあ今は必要なさそうだけど。そうだな。他に何か手がかりになりそうなものは？お、まだ奥に何かあるぞ。ごそごそ。あとさ、何気に今の生徒、全生徒のやつさ、後々使いそうだな。交代目であれってなったのもなんかフラグな気がするな、なんか。ん？これは手帳？ずいぶん奥にしまってあったみたいだな。名前が書いてある。黒木文。あ、生徒会長じゃ。この手帳って生徒会長のものじゃない？さすがにこれを見るのは、OK でしょう。見ましょう。いやー、これも調査のためだ。なんだか、シロが言いそうなセリフ、毒されてるな。あ、そうか。まあ、とにかく、パラパラって読んでみようぜ。罪悪感があるけど。私の人生は退屈。え？私は一体何のために生きているのか時々わからなくなる。鉄の女だなんてあだ名で呼ばれて気にしてるわ。鉄の女アイアンメイデンって呼ばれてるの気にしてるわ。そりゃ気にするか。本当は鉄じゃないのに、ただの女の子なのに。へえ、会長ちゃんにもこういう一面があるんだな。確かに硬そうなイメージやけどさ、やっぱり自由になりたいんじゃないの。自由な鳥のように空を飛びたいみたいな。意外だ。あー、本人に見つかりました。ごまかせるか。あなたたち
そこで何してるの？やっべえ。俺たちは急いで手帳を引き出しに戻した。お前ら同じクラスのキスケと信之じゃねえか。生徒会室で何をやってるんだ？いやー、ちょっと会長ちゃんに聞きたいことがあってさ、ここで待たせてもらってるんだ。聞きたいこと？それは何ですか？バストサイズですか？いやらしい、汚らわしい。やめて、まあこっち何も言ってないよ。確かに興味はあるけど。俺たち、今朝の事件を調べてて、どうやら犯人は理事長に不満を持ったやつかもしれないんだ。だから理事長の娘である会長ちゃんなら何か知らないかなって。なるほど、そういうことですか。それでしたら私からは何も教えることはできません。どうして？混乱を避けるため学園側から何も言わないと言われています。学園側から要はお父さんからってことだろう。止められてんな。自由になっちまえよ、ふみちゃん。まあそんなこと言わず、ちょっとぐらい教えてくれたっていいじゃん。無視。私から話すことはありません。学園からの指示は絶対です。そこをなんとか。おい、気づけ、しつこいぞ。とにかくこの件については話すことはありません。分かったら生徒会室から出て行きなさい。いいから早く出て行け。ちょっと押すなよ。ガードが固いな。根回しできてるな、生徒会長に。あの理事長から生徒会長に。そして俺たちは生徒会室を追い出された。ダグ、少しぐらい話してくれてもいいのにな。もうフミさんから何か聞き出すことは難しそうだね。そうだな、こうだったら怪しそうな人物を片っ端から探すしかねえか。うん、そうだね。他に怪しい人おるかな。でもん、廊下の奥から話し声が聞こえる。あれは先生たち？先生、聞きました？体育館の文字を書いた犯人が監視カメラに映っていたらしいですよ。マジかよ。てか監視カメラあるんだ、体育館。そんなものあるの？本当ですか？結局犯人は誰だったんですか？それが犯人の映像は理事長が持っていったらしくて。ん？そうなんですか。それに理事長の指示で警察には通報しないそうですよ。なるほど。は？それさ、なんかかばってね。かばってなくない？それ犯人のこと学園内で始末するんだったらさ、学園内の生徒はさすがに言わんだろうけど、せめて先生、他の先生にはさ、この情報は知らせるんじゃないんかな。それをさ、理事長だの心の中だけで留めておこうとしちゃう感じがする。それはなぜかってなると、その犯人の生徒をなんかかばってるようなところがあるんじゃね。ん？やはり理事長は名誉が傷つくのが嫌だから隠蔽しようと。先生、それ以上は言わない方が、誰が聞いてるかも分かりませんし。そうですね。本当に隠蔽のためでしょうかね。おいおい、いいこと聞いたな。理事長が犯人の映像を持ってるってよ。早速調べてみようぜ。そうだね。その映像がどこにあるかやな。理事長室開いとったりするかな、もしかして。開いてないかな。中から話し声が聞こえないな。もしかして誰もいないのか。それはさっきもあったな。入れるかな。鍵閉まっとったもんな、これ。そりゃ、ダメだ。鍵がかかってる。この学園のパスを、この学園のさ、ロックってさ、全部こういう感じのシステムな。
いや、それってさ、謎が解けたら答えられるみたいなシステムせん方がいいんじゃない？さあ、謎がわかるなら、人だけ入っていいですよ、みたいなシステムになった。どっかのテーマパークか、お前。脱出ゲームじゃないんやけどさ、リアル脱出ゲームじゃないんやけんさ、お前。扉を開けるためには、この仕掛けを解く必要があるみたいだ。いや、そういうシステムせんだろ、普通。入られたくないから、こういうさ、ロックかけるのにさ、もしかしたら解ければ入れますよ、みたいなシステムやめといた方がいいんちゃうん、これ。4桁のパスワードやな。犬と、これはネズミと、クマと、猫。近くの、あれやな。ここやな。ここの絵が関係してくる。動物を抱っこした女性。三代目。動物が三代、え？名前の部分が消えてる。それはいいや。歴代四代目。クマってあるわ！これか！クマだろ4、クマが4代目やけん、ここのクマ、3のとこに4が入るんじゃ、つまり。あと他は、初代がダニエル、ミズーネ、ネズーミか、お前。ひっくり返して、だから絵ひっくり返しとんじゃ。そういうことだったんじゃ、なんでこの絵ひっくり返して絵描きとんやろうなって思っとったよ、お前。そういうことな。逆さりして、ミズーネを逆さりして、ネーズミにしろってことだったんじゃ。そういうことか。だから初代やけん1ってことね。なんでひっくり返しとんなって、思うとったわ、お前。そういう伏線だったん。ここ猫がおるけんさ。でも熊、犬かこれ、真ん中の。熊大統わけないけん、犬やけん。まあ犬はおらん、ここにはおらん、おるな。おるってことは、犬のところと猫のところ両方ともってことか、この、両方ともがこの何代目これ ?3 代目。名前系とは別にどうでもいいよな。つまり3やな、この猫と犬のところは。真ん中いるよな、この茶色。で、こっちが授賞式。理想の学園大賞の優秀尺。優秀尺って言って。そんなやつがあって、2代目の名前が出てこんかった。トロフィー。ん？ネズミ、ネズミ、クマ。クマはさっきあったっけん、そうか。これで全部情報が手に入っとんか。証拠のところにもあるんかな？ないわ。もう一回取っても見直してくるわ。何番だったか忘れたわ。何代目かのところにその動物 OK ってことだったんか。つまり。ちゃうんかな。そういう感じなんじゃ。あ、数字入れる感じじゃないんじゃ。あ、2代目の人、猿山浩二って名前だったん。トロフィーの方に名前変えとんじゃ。猫又美香。動物愛護賞。理事長。この人も理事長。唯一名前が書いてなかったっていうか、名前が書いてなかった、この抱っこした女性の方が3代目なんじゃ。猫又さんって方。なるほど。これが猫。3代目が猫ってことか、つまり。で、その2代目の人が、この、優秀作品撮った人やけん、2代目猿の絵もあるん、これ。猿ない、出ないか。あれ？どういうことだ？あ、ちょっと待って、理想の学園で犬が出てきたぞ。理想の学園最優秀賞が、優秀賞か。あ、最優秀と優秀で分かれとんか。優秀賞の方が、あ、
優秀賞の方か。だったら犬じゃん、2代目は。なるほど、そういうことか。ちょっと忘れてきたけど、犬が2代目で、あ、ちょっと、ね、ネズミが1代目じゃなかったっけ、あれ忘れてきたわ。4がクマで、3がネズミじゃなかったっけ、猫か。猫じゃなかったっけ。オッケー、そういうことか。なるほど。で、わからん分の情報がトロフィーで保管されとったわけじゃ。よっしゃ、なんとか解けたわ。よし、開いた。なるほど。黒字書きに書かれていた、1、2、3、4というのは、初代から4代目までの理事長のことを表していたんだ。そして、それぞれの名前に対応した動物の絵を当てはめればよかったんだ。ちょっとややこしかったのがさ、動物愛護賞の、だったっけ？学園のなんとか賞の優秀と最優秀で分かれとったわけじゃ、トレフィーが。最優秀の方を見てさ、あれ？ってなっとったんやけど、優秀の方が正しく入れる方は優秀の方だったわけじゃ。なるほど。よし、とにかくこれで扉は解除できたし、理事長が戻ってくる前に部屋の中を調べようぜ。よっしゃー、お邪魔しまーす。気になる絵がありまーす。若い子の写真。お？あはははははアフさんとのツーショット写真。仲いいな、お前ら。知ってるだろ、知り合いなのは知ってるだろ、お前。パソコン。あ、女の子。小さい女の子ってことは、娘のふみさん、生徒会長が。小さい頃のふみさんだろうな。あの理事長も可愛いところがあるんだな。意外だね。って、そんなことを言ってる暇ないぞ。早く映像を探すんだ。そうだね。あった。監視カメラの映像だ。お、見つけたのか。早速見てみようぜ。うん。今のところ誰もいないね。あ、誰か体育館に入ってきた。あれ、これってこの髪型ってあれじゃない、スタート画面の俺がいつも夜唯一まだ出てきてないやつ。そしてだったら出てきたらドッペルゲンガの可能性が高いやつって言ったじゃない、言ったやつじゃ。この髪型ってさ、この映像に映っている人ってなんだ、この緑髪の女。俺さ、今までの情報から察するにさ、この緑髪の女の正体さ、分かってきとるような、なんとなく推理ができとるような。あえて言わないでおこうかって思ったけどさ、言ってみるわ。仮面ライダーダブル。もちろん冗談です。これもしかしてさ、ふみさんじゃないん。ねえ、生徒会長の姿をしてない本当の、心からこういう姿でありたいふみさん。自由になりたいって言ったけどさ、ここまで自由奔放な感じの見た目してるの、お前。ロックな見た目してるんじゃないかっていう、そういう想像ができる。このやつ、学園で見たことないぞ。確かに。俺も初めて見てたな。でも、ここに映ってるってことは、この人が犯人ってことだよね。でも、そもそもよく考えたらさ、これあれか。誰も他におらんってことは、前の日の、監視、これ、ジオカ来た時の映像なんやな。仕掛けようと、作ろうとしようって時のやつを撮られとんやな。その時だった。来たー、戻ってきました。ん？誰か近づいてくる。やべ、理事長が帰ってきたもん。ここにいると、ことがバレたら、さすがにまずいぞ。どうしよう。どこかに隠れないと。信行、こっちだ。俺たちは理事長の机の下に隠れた。こんなところに隠れて大丈夫？いや、席に座りに来たら絶対見つかるし。これ大丈夫も何も、ここしか隠れる場所ねえだろ。だけど静かに見つかっちまうぞ。理事長帰ってきた。まずい、入ってきた。
そこにいるのは分かってる。隠れてないで出てきなさい。はあ、まずい。どうやらバレてるみたい。ここは素直に謝るしかねえか。そうだよね。俺たちは机の下から出て頭を下げた。すいませんでした。あれ、なんで黙ってるんだ。理事長じゃない。ふふ、何やってるの二人とも。二人して小山に引っかかるとかバカみたい。この声は、あれ